キキです。今回は身体測定と体重を測りたいと思います。身長と体重を測ります。イエーイ。私結構デブなんですよ。測ったんだね。やっていきましょう。いきましょう。今日はこのキリンさん使って身長を測ります。じゃあまずはねねからいきましょうか。はい、よし、じゃあねねから測ります。大きくなっていくな。このキリンさんを持ってます。ちょっと顎引ける。こう、そう、く、そうそう、やってます。かな。 OK、 じゃあ離れて、じゃあちょっと離れて出ていいよ。測ります。え、だ、あ、出た。100。お、114.2センチ。キキはどれくらい大きくなっていくな。さあ、キキいきますよ。で、キキもここ立ってください。はい、じゃあかかとをここの壁につけて、そうそうそう、はい、じゃあそのままね。よし、やってます。よし、じゃあキキ動いていいよ。はい、じゃあ測ります。あ、93点。お、あ、9.3センチ。おかしいね。はい、はい、じゃあそっちに立ってください。お姉ちゃんの横立って。はい、じゃあ測ります。お、出ました。お、88.5センチでした。じゃあ、あとは体重を測ります。ねねから測ります。じゃあ乗ってください。お、増えた。 19.5 キロ。すごいじゃん。キキです。キキです。体重測ります。はい、じゃあ乗ってください。でーでん、 12.8 キロ。ねねよりちっちゃいよね。もちろん、だってねねの方が背が高いんだもん。せーの、また見てね。バイバイ。おらんがしょーちゃがらんがしょー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 です。